パーベル・ドゥーロフ、26歳の誕生日に、フコンタクテは、ロシア最大のソーシャルネットワーキングサービス。略称は、VK。2006年、パーベル・ドゥーロフが、サンクトペテルブルク大学を卒業直後に創業をした。ロシアにおいて、アドナクラースニキと、市場占有率を争う SNS で、ウクライナやベラルーシなど、旧ソ連邦の国々でも、盛んに使われている。 2008年には、アドナクラースにきに、市場占有率で迫ると、2012年には、ロシア最大級の SNS となる。ロシア版、Facebook と呼ばれることがある。V コンタクトはロシア語で、接触中や、連絡中を意味する。VK.com コンペティティブアナリシス、マーケティングミックストラフィックアレクサ。アレクサインターネット、2020年12月10日、閲覧。 About ス s vk ロシアのソーシャルネットワークロシアナウ2012年10月22日ロシアのザッカーバーグ氏4年前入手のビットコインをデジタルのゴールドと予言スプートニク日本スプートニク2019年6月18日閲覧平和弘サイバー攻撃とニセニュースロシアによる米大統領選妨害はいかに行われたのかハフポスト 2019年6月18日へ閲覧。ロシア語は英語のインコンタクトまたはインタッチに相当し、接触中または連絡中を意味する。ロシア語の前置詞の和、次に来る名詞は前置格を要求するので和に変化する。この前置詞は無声音の前では無声音のように発音されるので、全体は F コントック体のように発音されて、これをロシア文字で1語とし、前の2文字を大文字としたものである。ありがとうございます。